県長崎市と立地協定を結んだのは、企業の人事や経理業務などを請け負う東京のトランスコスモスです。現在県内には長崎と佐世保に3つの拠点があり、1250人を雇用。4拠点目となる新センターは長崎スタジアムシティ内のオフィス棟に設立され、 AI などを活用して業務の処理能力を高める新システムの研究開発に取り組みます。長崎スタジアムシティ開業と同時期の来年秋に開設予定で、3年間で400人の地元雇用を計画しています。AI の活用をしっかりとやっていく、データの活用をやっていく、そういうものに関してしっかり対応していきたいという方は必ずいらっしゃると思いますし、前倒しでやっていくようなことも考えながら今回進めていきたい。